強行採決絶対反対。今すぐ廃案。今すぐ廃案。338。必ず廃案。今すぐ廃案。政府の、ね、批判を、ね、すると何かにらまれて自分にもそういう例えばぶち込まれるとかね、そういう被害が及ぶこともあるんじゃないかと、そういうことで思うことが言えなくなる世の中、子どもや、ね、後の世代のためにこういう法律を絶対に許してはならない。はっきり言って、まあ、腹が立ちます。今いくらなんでも強行しなくてもいいじゃないかって意見も多くなってると思うんですね。だからまだ、法案どんなものかよくわからない、テロ対策なんじゃないか、だったら必要かなって思ってる人たちも、これからの私たちの頑張りや国会内での徹底した追及の中で、このもうすでにボロボロに剥ぎ始めたこのメッキをですね、さらに剥ぎ取って、単なる本当に人権抑圧、市民監視、こういったものをもたらす共謀罪の本質というものをですね、大きく大きく明らかにしてですね、その中で私たちも、そういった世論と結びついて、廃案に持っていくということを、これから参議院に送られるとしても、そういった気持ちで頑張り抜きたいというふうに思います。